ジョンコルトレーン、ジョンコルトレーン、ジョンコルトレーン、1926年9月23日から1967年7月17日は、アメリカ、ノースカロライナ州生まれのモダンジャズのサックスプレイヤー。愛称は、トレーン、トレイン。長い間無名のままでいたため、第一線で活躍した期間は10年余りであったが、自己の音楽に満足せずに絶えず前進を続け、 20世紀ジャズの巨人の一人となった。主にテナーサックスを演奏したが、活動最初期はアルトサックス1960年代よりソプラノサックス最晩年にはフルートの演奏も残している。活動時期は1950年代のハードバップの黄金時代から1960年代のモードジャズの時代、さらにフリージャズの時代にわたり、 それぞれの時代に大きな足跡を残した。1940年代にチャーリー・パーカーらが確立した4ビートバップジャズのアドリブ方法論を現代的に再構築した功績は大きい。コルトレームの構築したアドリブ方法論は4ビートジャズだけでなくロックなど他ジャンルのサウンドにもそのまま通用するものだった。このためコルトレームの影響は 他のプレイヤーにも及んでいる。短い活動期間にもかかわらず、アルバムに換算して200枚を超える多数の録音を残した。現在でも多くのジャズ愛好家たちに愛され、彼の残したレコードは、ほとんどが廃盤にはならずに、あるいは一廃盤になっても再発売される形で、2012年現在でも流通し続けている。さらに、死後40年以上経過した現在でも、 未発表テープが発掘され、新譜として発表される状況が続いている。13歳でクラリネットを始める。後にアルトサックスに転校し、1946年よりプロとして活動開始。1949年にディジーガレスピーのバンドに参加し、その後テナーサックスに転校。ほとんど無名のままいくつかのバンドを転々とした。 レコーディングの機会にもあまり恵まれず、この時期のコルトレーンの録音は、ごくわずかしか残っていない。1955年に、マイルス・デイビスのグループに入る。マイルスはすでにジャズの大スターであったため、マイルスバンドに抜擢された、コルトレーンもその名前が知られるようになり、マイルスバンド以外のレコーディングの機会も多くなる。しかしこの時期のコルトレーンの演奏は決して評判の、 良いものではなかった。1957年に一旦マイルスバンドを退団。その後はセロニアスモンクのバンドに加入し、モンクから学理の知識を授かるとともに音楽的修行に一層打ち込む。また同時期に麻薬中毒も克服。同年3月にマイルスバンド時代の同僚であったピアニストのレッドガーランドの紹介でプレスティッチレコードと契約。 5月には、初リーダーアルバム、コルトレーンの吹き込みを行っている。同年7月に、ニューヨークのライブハウス、ファイブスポットに文句バンドとして出演。コルトレーンはこの月、神の啓示を得たと語っている。神の啓示が本当に意味するところは本人にしか、わからないが、この月以前に録音されたトレーンの演奏はどこか、不安定で、ぎこちなさが残っていたのに対し、 この月以降に録音された演奏はどれもが自信に満ちたものに変わっており、本人の内面に何らかの大きな精神的変化が訪れたものと考えられる。いずれにせよ、1957年7月は20世紀を代表する一人のジャズの巨人が誕生した月として記憶されるべき月となる。9月にはブルーノートレコードにて初期の代表作ブルートレイを吹き込みでいる。 1958年、文句のもとを離れ、マイルスバンドに再加入。マイルスは、この時期、コルトレーンを、ソニーロリンズと並ぶに大テナー奏者として高く、評価した。また、音楽評論家のアイラ・ギトラーは、同年、ダウンビート氏において、音を敷き詰めたような、コルトレーンの演奏スタイルを、シーツ・オブ・サウンドと形容。以後、この形容は、 初期コルトレーンの双方の代名詞となる。一方、コルトレーンのソロはいつも長かった。また、常に、ホルテッシモで、早いパッセージばかり吹き続けたため、彼の演奏はぶっきらぼうで怒っているように聞こえた。ことから、アングリー・ヤング・テノールマン、怒れる若きテナーマンと揶揄されることもあった、怒れる若者たち、アングリー・ヤング・メンの文字利。1959年、マイルスの、 カインドオブブルー収録に参加した。またアトランティックレコードに移籍し、中期の代表作、ジャイアントステップスを録音した。この頃から、単なるハードバップテナー奏者から脱却すべく独自の音楽性を模索する試みが始まる。自作自演の曲が増え、また同じ曲の録音でありながら、異なるサイド面を起用して、テイクを重ねることなどを試行している。1960年春。 マイルスバンドを脱退した。その後、マッコイ・タイナー、エルビン・ジョーンズらと自身のレギュラーバンドを結成して、ツアーに出ている。10月には、自身のレギュラーバンドで大規模なレコーディングを観光した。この時のセッションからは、マイ・フェイバリット・シングス、プレイズ・ザ・ブルース、コルトレーンズ・サウンド、放題、夜は千の目を持つなどのアルバムが発表されている。アルバム、 マイフェイバリットシングスのタイトル曲、マイフェイバリットシンスは、コルトレーンの最初のヒット曲となった。この演奏に現れる三拍子、マイナーメロディ、ソプラノサックスという組み合わせは、イゴ・コルトレーンの定型パターンとして繰り返し、いられている。またソプラノサックスは、コルトレーンに取り上げられたことを契機に楽器としての魅力が広く認知され、イゴ・ジャズフュージョン系のサックス奏者たちの必修科目。 として盛んに用いられるようになる。1961年、アトランティックを離れ、インパルス。レコードに移籍。3月には、マイルスのアルバム、サムデイ・マイ・プリンス、ウィルカム、放題、いつか、王子様がの録音に、ゲストとし参加。その後、新進気鋭のリード奏者、エリック・ドルフィーを、自己のバンドに加えるとともに、アレンジャーとしても起用し、 大型ブラスセクションによる録音に取り組む。この録音からは、インパルス最初のアルバムとして、アフリカブラス、アフリカブラスセッションボリューム2の2枚が発売された。その直後に、アルバム、オーレ、コルトレーンも録音している。これは、アトランティックから発売された。また秋には、ニューヨークのライブハウス、ビレッジヴァンガードに、ほぼ連日出演したり、ヨーロッパツアーにも出ている。 これらの演奏の様子は、後年、ライブアットザ・ヴィレッジ・ヴァンガードをはじめとする数多くのライブアルバムで聴くことができるようになってきている。1962年、エリック・ドルフィー対談。イゴ・コルトレーンは、マッコイ・タイナー、ジミー・ギャリソン、ベース、エルヴィン・ジョーンズというほぼ不動のメンバーによるカルテットと、共に、かつ、バンド全体が一体となって、 演奏を繰り広げるという表現方法を確立。コンサートでは一曲の演奏時間が30分から1時間に及ぶこともザラであった。このようにステージでの演奏は激烈を極める一方だったが、レコーディングスタジオではインパルス。レコードの看板アーティストとしてレコードの売り上げにも関心を示し、デューク・エリントンとの共演、デューク・エリントンジョン・コルトレーン。 1962年録音、スローバラードばかり取り上げた、バラード、1962年録音、ジャズボーカルをメインに据えた、ジョン・コルトレーンジョニー・ハートマン、1963年録音のような、企画物レコードの作成にも取り組んだ。1964年、溶接したドルフィーの両親から、遺品のバスクラリネットとフルートを譲り受ける。 年末、史上の愛を録音。また、1965年に入ると、コルトレーンのモードジャズは極限にまで達し、特定の調整にとらわれず、あらゆるスケールを縦横無尽に使うことによって、無調整音楽の色彩が強くなっていく。1965年6月、コルトレーンはついにアルバム、アセンションを発表し、フリージャズに傾倒する。コルトレーンは、この時期、 マイルスと並んで、ジャズの指導者的地位にいたが、そのような権威ある人物が、フリージャズを支持したことは、それまで、フリージャズの音楽的意義を理解せず、その価値を認めようとしてこなかった保守的、ジャズファンに、大きな衝撃を与え。またコルトレーンは、同じテナー奏者のファラオ・サンダースを加入させ、同のサンダースに対して、聖のコルトレーンという対比をうまく作り出すことに、成功。 コルトレーンのフリージャズは激烈さの中に性質さが同居するもので瞑想的と表現されることが多い。1965年頃までコルトレーンはサックスを吹く際ほとんどビブラート奏法を用いなかったが晩年になると強烈ビブラートワークを用いる奏法に変化していく。同年十二月にマッコイ・タイナー PF がバンドを離れアリス・マクレオドアリス・コルトレーン 1966年にジョンと結婚が加入。1966年3月にはエルビン・ジョーンズも退団し、ラシット・アリをドラマーとして加入させる。1966年7月に来日、旧都市を回るという大掛かりなツアーであった。記者会見で10年後のあなたはどんな人間でありたいと思いますかという質問に対し、 私は聖者になりたいと答えたというエピソードがある。また、同記者会見にて最も尊敬する音楽家は、という質問に対し、オーネット・コールマンの名前を挙げたと言われる。1967年5月7日、ボルチモアで最後のコンサートを行う。7月17日、肝臓癌で亡くなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。